それではね、こちら撥水加工の、ナイロンクロスの紹介になります。で、まずこの生地の特徴なんですけども、撥水加工プラスね、ナイロン素材、皆さんもね、よくね、使われる方結構ね、いるんじゃないかなと思うんですけども、撥水加工ということで水を弾いてくれるんですよね。エコバッグとか、そのレインウェアなんかにはね、すごくね、こう相性のいい生地になってます。はい。で、このギンガムのね、こうチェックの方も、裏がこんな感じになりますね。で、基本的にはね、先染めタイプのね、織りで表現されてるので、やっぱりこうプリントとはね、違った良さが出てくるんじゃないかなと思います。で、厚みなんですけども、これね、ちょうどいい厚みで、ナイロンって結構微妙でね、ペラッとしたね、こう薄すぎちゃうタイプもあるんですけども、これはね、そんなにペラッとした感じはありません。ただ、ゴツゴツ感とゴワつき感もないのでね、イメージで言うと、レインウェアですね、レインコートってね、結構分厚いイメージあると思うんですけど、例えばポンチョみたいなね、デザイン作った時にも、落ち感もありますし、ちょうどいい厚みでね、使っていただけると思います。もちろんね、今、結構需要の多い、エコバッグなんかもね、すごくいいと思いますので、ぜひね、参考にしてみてください。